記者会見に臨むタイガーウッズと、R ウッズルウッズは、アメリカのプロゴルファータイガー、ウッズの父親。アメリカカンザス州ューマンハッタン出身。父親の影響で幼少の頃から野球に親しみ、リトルリーグでは、州代表に何度も選出される。肩の強さは、メジャー級と評され、カンザス州立大学では、リーグ初の黒人保守として活躍する傍ら、 子供たちに野球を教えることにも熱心であった。アメリカ陸軍に志願し、特殊部隊グリーンベレーの一員として二度ベトナム戦争に従軍。その後、タイのバンコクで情報将校としての任務中クルッティダと出会い、結婚した。アメリカ本土へ帰還後、軍で行進の教育についていた1974年42歳の時ゴルフを始めた。同年退役後は、 マクダネル・ダグラス社に勤務しながら、タイガーの教育に力を注ぐ。本人の解雇では、野球や陸軍で、後進の指導に携わったことで得たノウハウはまるで、タイガーを育て上げるために神が与えてくれたかのようだった、という。1975年12月30日、クルティダとの間に男子が誕生、エルドリックと命名したが、ベトナムで信仰を深めた南ベトナム軍将校で、 タイガーの異名を取るグエンティーホン大佐が MIA となっていたことに対し、生還の願いと再会の期待を実施のニックネームに託し、タイガーと呼ぶようになった。1996年10月後半に心臓疾患で倒れ、心臓バイパス手術を受ける。1998年には前立腺がんが発見され、一旦は放射線療法である程度の回復を見たが、2004年に、 病状が再発し、2006年5月3日、前立腺がんのため74歳で死去。彼は、終わりの住みとして、息子を育てたカリフォルニア州サイプレスの自宅を選んだ。1996年に、タイガーと共に、タイガーウッズ財団を設立し、またロサンゼルスに、タイガーウッズゴルフ教育センターを建設するなど、本人が第二の職業と位置づける教育との関わりは深い。 マスターズにおいては、1997年21歳3ヶ月で最年少優勝を飾ったタイガーとの抱擁や、2005年病状が悪化し、最終ラウンドの観戦ができなくなったが、この時優勝したタイガーのコメント、この勝利を私の父に捧げますなどから、親子の絆の深さを感じさせる。ありがとうございます。